しく走れそう。5番マヤノタップガン、8番人気です。17番人気、7番、9番人気は8番、18番人気、12番、13番、エイシンフラッシュ、7番人気です。11番人気は15番、1番人気、18番、ナリタブライアン、実力は引けを取りません。2番人気は1番、ゴールドシップ、8番。寒さ続く京都レース場、試練が待ち受けていた雪降る URA ファイナルズ決勝芝3000、勝利にたどり着くのはどの馬娘だ。さあ1番人気の紹介です。ナリタブライアン、2番人気を紹介しましょう。ゴールドシップ、注目のグランプリ馬娘、マヤノタップガン、3枠5番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。マヤノトップガンと8番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気、ナリタブライアン、マヤノトップガン、快調に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですが、マヤノトップガン早くも先頭に躍り出た。8番追走、早くも激しい競り合い、大きく離れてハッピーミーク。7番並びかけてきた、2馬身3馬身開いてオグリキャップ、1馬身差。2番第4コーナーを進んで直線へ向かう。前から大きく開きました。縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。現在1番手はマヤノトップガン、続いて8番、その後ハッピーミーク、1馬身差。7番ナリタブライアン、落ち着かない様子。マヤノトップガン上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。1周目のスタンド前にかかっていく。順位を振り返っていきます。さらに8番、それを見るようにマヤノトップガン、大きく離れてハッピーミーク、3マシン離れて7番、その後ろオグリキャップ、外から外からエイシンフラッシュ、さらには4番、そしてその外12番、内から行く。10番、それを見るように17番ナリタブライアン、ここにいた、内から内から卵クロス、さらにメジロライアン、さらには2番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭8番、レースはよどみなく進んでいます。続きましたマヤノトップガン、その後ろにハッピーミーク、1馬身離れて7番、2馬身3馬身開いてオグリキャップ、3馬身差、エイシンフラッシュ、少し後ろから10番、1馬身差、17番、4番並んできた、その後ろに12番、少し離れてナリタブライアン、ゴールドシップ並んでくる、タマモクロス追走。1周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。8番まだリードをキープしています。2馬身3馬身開いてマヤノトップガン、その後ハッピーミーク、そして7番オグリキャップ、5番手、その後3、4馬身開いてエイシンフラッシュ、さらに10番、1馬身離れて4番、外から外から17番、少し後ろからナリタブライアン、残り 1000m を通過、少し離れて12番、そしてその外を回ってゴールドシップ、すぐに続いて2番、内にはタマモクロス、そしてその外を回ってメジロライアン、少し離れて15番、後方2番手に16番、14番、最後方からのレースになりました。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まると、まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。マヤノトップガン、花を進むナリタブライアン、外で足を止めています。栄光まで400、最終コーナー、最初に立ち上がったのはマヤノトップガン。マヤノトップガン強い、強すぎる、完全に抜け出した、200を引いた、逃げるマヤノトップガン、マヤノトップガン引き離す、リードを保っているマヤノトップガン、マヤノトップガン、リードはしかしマヤノトップガン、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許せなかったぞ、マヤノトップガン。 URA